こんにちは中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではインベンター 3D CAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日はガススプリングの性能についてお話ししていきたいと思います。ガススプリングっていうのは一般の方は聞き慣れないかもしれないですけど、我々機械設計者の間では非常によく使われる機械要素です。今日のポイントは3つですね。ガススプリングの用途、それからコイルスプリングとの違い、 で最後にバネ定数のお話。今日はこの3つについてお話ししていきたいと思います。それではインベンター 3D CAD のアニメーションを使って解説していきたいと思います。それではガススプリングの機能についてお話ししていきたいと思います。 身の回りでよく使われているところは、車のハッチバックドアですね。後ろ側の跳ね上げ式のドアのところに使われています。このモデルがそのハッチバックドアをモデル化して作ってみたものです。ちょっと動かしてみます。はい。このように手で開けるときに力の補助をしてガススプリングが押し上げてくれます。これがガススプリングの用途ですね。 このようにして力の補助をするというのがガススプリングの一番の目的です。 それではどのような理屈でガススプリングを働かせていくのかを考えていきたいと思います。このように荷物をリフトする機構があって、モーターで持ち上げる構造があったとします。このように荷物を持ち上げるには、荷物の重さ分、例えば荷物が20キロだとしたら、20キロの力で押し上げなければいけません。 ではガススプリングで力を補助した場合どうなるかと言いますとこの荷物が2 0キロだとしてガススプリングの補助の力を 15kg だとしますそうするとモーターが持ち上げる力は5キロで済むということですねこれがガススプリングの考え方です必要な力の何割かをガススプリングが補助することによってアクチュエーターの大きさを小さくできます 車のハッチバックドアも同じように考えることができます。扉は重たいですけども、ガススプリングがその重さのほとんどを補助することで、軽く手で開けられるような構造になっています。これがガススプリングの使い方ですね。扉を閉めるときも軽く閉めることができます。ですから閉めるときと開けるときの重さのバランスのいいところを計算してガススプリングを選定する必要があります。 それではコイルスプリングとガススプリングの違いについて説明していきたいと思います。この絵がコイルスプリングなんですけども、まあ、一般的にバネバネと言われているものですね。正確に言うとこれは圧縮バネです。縮めた時に力を発揮するのが圧縮バネですね。で、このようにつる巻き状にバネコを巻いて作っているのがコイルスプリングです。ガススプリングと何が違うかと言いますと、バネ定数が違うんですね。 バネ定数のの変化の角度が違ううとということになります。少し難しい話になるんですけどもガススプリングはこのバネ定数の傾斜が緩やかなんですね。でバネ定数って何かと言いますとこのようにバネというのは自由調というのがあって力がかかってない状態これが自由調です。で上から力をかけて バネを縮めるという作用をするわけですけども、その縮まった状態で初めてバネは反発力を生みます。この縮めた寸法と縮めた時にバネが出す力、これの関係をバネ定数と言うんですね。例えばこの縮めた状態、この自由調から縮めた状態の高さの差が2 0ミリだとすると、 その時に出る力が100ニュートンだとしましょう。そうするとバネ定数は100ニュートン ÷20 ですね。で、バネ定数は5ニュートンパーミリメーターということになります。これがバネ定数の考え方ですね。ですから、力の強いバネというのは少し縮めただけで大きな力が出るということになります。 今説明した20ミリ縮めて100ニュートンが出るのと、10ミリ縮めて100ニュートンが出るのでは、バネ定数が5とバネ定数が10ですね。バネ定数が大きければ大きいほど強いバネと、こういうことになりますね。言い換えますと、バネ定数っていうのは、1ミリ縮めるのにどれだけの力が必要かということになります。 逆に言うと 1mm 縮めた時のそのバネの力の強さですねそれを表す定数ということになりますそれではガススプリングとコイルスプリングのバネ定数の比較をしていきたいと思いますこれがバネ定数の表ですね 横軸がストローク、縦軸が反力ですで。赤色がガススプリングで、青色がコイルスプリングのバネ定数の伸びを示しています。まず一つ注目すべきは、ガススプリングの方がストロークに対して出る反力の変化が少ないということですね。これはバネ定数が小さいということを表します。一方、コイルスプリングはストロークに対して出る反力が大きいですね。このようにガススプリングはストロークに 対してあまり力の変化がないんですけどもコイルスプリングの方は大きく変化していきます言い換えるとガススプリングはバネ定数が小さいということですねコイルスプリングはバネ定数が大きいということです それともう一つはコイルスプリングはストロークが0の状態だと反力も0だということですね一方ガススプリングはストロークが0でも反力があるんですねですから最初から力を出してストロークをずっとしていって ガススプリングが縮んんでいってもそななに大きく力は変化しないというのがガススプリングの特性です一方コイルスプリングは最初ストロークが0だったら力も0で,で縮めば縮むほどどんどん急激に力を発揮していくと力が大きくなるというのがコイルスプリングですでこの特性の違いから先ほどのような力を補助するという意味ではガススプリングが向いてるんですねストロークが大きくてしかも補助する力 力をあんまり変化させたくないという場合はガススプリングですね一方でストロークが短くて力を大きく出したいという時はコイルスプリングが向いていますでコイルスプリングの使い方は通常初めはある程度圧縮させておいてそこからさらに圧縮させると,という使い方が多いと思いますこれがガススプリングとコイルスプリングの特性の違いということになります それではガススプリングの構造と特性を詳しく見ていきたいと思います。こちらが富士ラテックス株式会社のホームページですね。こちらの会社はガススプリングとかロータリーダンパー、それからショックアブソーバーを専業として制作している会社ですで。ガススプリングの詳細の資料、これを見ていきたいと思います。 はい。こちらがフジラテックスのガススプリングの資料ですね。で、構造的にはこの左側のような構造をしています。まあ、基本的には油圧ジャッキとかエアシリンダーと同じ構造ですね。シリンダーチューブがあって、ピストンロットが収動していると。そのような構造です。で、シールがあって、当然え、漏れを防いでるわけですけども、何が入ってるかというと、窒素ガスオイルが入ってるみたいですね。これが反力を発生する源ということになります。で、ストロークをすると、ピストン側 にオリフィスを通ってガスが移動するみたいですねそれで反力を生み出しているということになります、えー、受圧側とピストン側で体積の違いがあるので窒素ガスオイルが圧縮されて反力を生むとそういう構造だと思いますねで先ほどお話ししたバネ定数反力の特性の表が右側にあります はい。こちらを見てみると、ガススプリングの反力の変化率というのがありますね。でシリーズによってだいぶ変化率に差がありますね。で一番小さな FGS10 という型番で変化率20%。チューブ径が大きくなればなるほど変化率も大きいと。 いう傾向があるみたいですね。で、この左側の図のように、ストロークが、ピストンが圧縮されて、右側に移動すると、反力は大きくなっていきます。で、左側に移動して、ストロークが大きくなると、反力が小さくなると。この上下方向の力の変化率ですね。ここで言うと F1、F2、それから F3、F4 ですね。この時の変化率を右側の表が表しているということです。 少し付け加えておくと縮む時と伸びる時で力の出方が違うみたいですね。同じストロークでも縮む時と伸びてる時では出る力が違うということを表しています。それからガススプリングの特性として温度にもかなり影響を受けるようですね。温度が変化すると出る反力も違ってくるみたいですね。そのあたりも考慮して設計する必要がありそうです。 それでは最後に取り付け金具とガス反力について説明したいと思います。ロットエンドとバレルのエンドの方に取り付け金具が付けれるんですけども、これはいろいろな形式を選定できますね。オールジョイントであったり、ブラケットタイプであったりね、用途に応じて選ぶことができます。で最大反力についてなんですけども、 はい、ここに書いてありますように、ガス反力というのは設定できて、これは注文時にガス反力を設定することができます。で、そのガス反力がここにありますように、例えば200ニュートンだとして、ガスの変化率ですね。先ほどの表の変化率が27%だったとすると、最大反力、一番縮んだ時の反力は27%増しの254ニュートンになると、そういう計算になります。ですから、一番伸びた時 時が200ニュートン一番縮んだ時が27%増しの254ニュートンということになりますでこの数字を出しておいて扉なんかの重量とモーメントを計算してガススプリングの選定を行うとそういう設計の手順になると思います今日はガススプリングの機能についてお話しさせていただきました皆さんの設計にお役立ていただけたら幸いですそれではまた次の動画でお会いいたしましょう